すごく分かったなって思って、私もね、あの後から YouTube で配信ちょっと見たんだけど、やっぱ太ったのめちゃくちゃ分かるなって思って、改めて痩せようって思った。ショールームだとさ、まだごまかせるけど、初代神セブン言えますよ私ね。本当にね、あれ飛んだの誰だっけって思って言えるよ。なんなら順位も言えるくらい、総選挙の順位も言えるくらい。ともちんさん一回8位になったじゃないですか。だから出てこなくて、ちょっと水飲もう。今日ね、お水ね、 DHC さんの収録だったので、よいしょ、このお水飲みます。 DHC の新海洋深層水ですね。俺ともちんさん本当にごめんなさい、私まゆゆさん推しだったので、まゆゆさんが空いてたら絶対答えられてた。一瞬ゆきりんさんと思った。あの神世代の初代か、あれそっか初代か、そうコロコロ変わってたから、そう難しいね。初代じゃないんですよ、私初代のファンじゃないんですよ。3代目ぐらいですよ総選挙の。なので、うん、そう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 、だからスカートひらりのね時代じゃないんですよね、あんま知らなかった。だから最初じゃじゃん、これもらいました今日。持ってる？みんなもらってね、今日チラッと見たの、まだねちゃんと見てないんだけど、自分のページだけ見ました。ちょっとあれなんですけど、自分のページだけ。これ見せちゃダメですよね多分。結構ね、何ページか載ってました。1、まあ、最初のこのエチエチなページ、2ページ、1、2、3、4ページか。と、あとインタビュー載ってて、あとみゆこちゃんとこのインタビューしたんですよ。ちょっと内緒なんですけど、みゆこちゃんのこの対談して、新メンバーについてこのインタビューしたんですよ。インタビュー受けたんですよ。この、あ、特典おだいりさんだった、本当？私は特典はついてないですね。まあ、そりゃそうか。みゆこちゃんとのねこの対談もしたので、それも載ってて、まあ、あと個人ページっていうね3箇所載ってるんですよ。ありがたいことに、すごい嬉しいです。5冊買ったら優香に当たった、お嬉しい、5冊もありがとう、嬉しい。私が一番漏れたって思ったショットは、結構ねこれネットにも出てたから全然、まあ、見せていいのかなって思うんだけど、ねちょっと待ってね、これがね一番好きなショットです。これ結構ねの出てないこれ。これ一番好きなショットです。まあ多分一番ね漏れたって思ってくれたから一番大きく知っていただいたんだろうけど、2番はこのちょこんって座っててコップ持ってるやつです。これ何の雑誌、これはあの8の6周年ブックです。ありがたいことに結構ここにもね名前が入ってるんですよ。で表紙にもねこの新メンバーのこの天使の尻尾の3人組が写ってたりとか、あとはいないかな新メンバーは。そう結構新メンバーがね写ってるんですよ。とても嬉しいです。今ねネットで売ってるのでぜひ。買いました、嬉しい、特典ゆかりになった、本当にすごい。おいくらですか？こちらはね、じゃじゃん、1500円です。ぜひぜひぜひ、6周年から私が入ったので、コンプリートしてくれたら嬉しいです。6周年から16周年までいる予定なので、そうだよ、16周年までいるんだよ。長いけど。ぜひね、買ってくれたら嬉しいです。1年目の思い出になるね。今日ルガン坂ね、すごいねみゆさんに申し訳ないことをしたなって思って反省してたの。すごい楽しかったのルガン坂けどね、首が痛い。そう無茶振りをしちゃってみゆさんに。すごい終わって謝ったんですよ。みゆさんも優しいから、本当に優しいから、全然いいよって言ってくれて、本当にね優しいんですよ。みゆさんも何したら怒るか検証したいくらい優しい。謝りますよもうねマジで。私があの無茶ぶりぶりっ子っていう無茶ぶりをされて、
やったけど、あ、これしらけるなって思って、まあ、しらけたっていうか耐えられなくて自分のその雰囲気に。だからミュウさんに振ったんですけど、あ、申し訳ないなって思って、結構外したとか、なんかミュウさん1問しか外してないのに結構外したとか言っちゃってそうそうそう、本当にね、ミュウさん大好きなんですよもうね、会えて嬉しかったです。久しぶりにメンバーに盛り上がってたよ本当。今日ねライブもできたの、知らなかったです。ライブするって AKB 祭りだったので2曲披露したんですよ。あの365日の紙飛行機と、あと47の素敵な街へ披露したんですけど、久しぶりにライブしたから、なんか365日の紙飛行機に関しては私初めて踊ったの生歌はなんとか耐えたどういう意味ですか。まあ確かにね、生歌いつもさ大人数で歌うからさ、あんま一人の歌割りっていうのがないかもしれないけど、一人の歌割りだったじゃん今日。聞いてて、まあ、3人のサビとかはさまだ3人だったからさ、まあ、まあまあって感じだけど、私一人のことか大丈夫だったかなソロパートやばかった。ちょっとリベンジしようかな今からなんかねカメラもね変な顔してた気がする、歌に集中しすぎて。よかったと思う本当。初めて歌声聞いた、そうかな、まあ、でも確かにマイクでがっつり歌ったのは初めてかも。なんかショールームとかで、ショールームでもそんな歌わないか。6位青木さんいるじゃん、本当にランキングに、え、本当だ、6位青木編集長さん、え、嬉しい、見てますか、え、これガチ本物、え、嬉しい、これ、え、これ青木さんのあれだよね、すごい嬉しい、これ届きました今日、すごいまた会いたいです、え、嬉しいね、すごいちゃんと星投げもしてくれてるってことか、え、ちゃん、え、でも6位に入ってる方ギフト投げてる、あ、いなかった、ギフトには。なんかめっちゃ光ってるね、またグラビアオファーがあるかもねコメントいる、嘘、え、嬉しいです恥ずかしいな、コメントしてくれた本当、どうだろう、自動的に6位に入る、自動的に入る、宣伝ありがとうって、あ、そうね、でこの間ね写真集もいただいたんですよ、そのもう宣伝したんだけど、ちょっと待って、一瞬待っててくださいね、5秒で帰ってくるね、よいしょ、帰ってき、あ、やばい、見て消えちゃった、後で書き直します。これね、いただいた写真集、これとあとはこれあとね、あともう一個持ってきてないやこれね、いただいた、これ今ね発売中なんですよね、めっちゃ消えちゃった、私が当たっちゃったから。これね最初ね、あの私前のさ AKB 好きって言ったからもらったんですよ、そしたらこれもくれて、そうだからぜひ皆さん発売中なのでめっちゃ消えた、え、でもさ、あ、まだ半分もいってなかった、今日服汚れた、汚れたかもしれない、私毎日毎日消してるから結構ね書き直してるんですよ。ショールームで買えなかった、ショールームで買えなかったってどういうこと。こんばんは、綺麗な方です、ありがとうございます、嬉しいです。ゆかりの写真集早くね、写真集いつか出せるといいね、写真集出すの目標です、参考にしよう。そうね、大島優子さんはめちゃくちゃスタイルも参考なのですごいね、憧れです、お気に入りです、結構ね寝る前に読んでますゆかりの写真集100冊買いたい、嬉しい、やったね。今日さオルガン坂でさめっちゃさドアップで映されたじゃん顔を、なんかねメイクめっちゃ崩れてて、ショールームだとそんなに分かんないけど、やばかった、ちょっと
やっぱ服さ白じゃないとさテカるね、テカるってか光るね。髪の毛ぺっちゃんこ、めっちゃスクショしたら変顔になって吹いた。え、今嘘、今変顔なってた。ちゃんと消してね、変顔はダメですよ。女子アナみたい、嬉しい。滑舌は悪いけど。オルガンダのメイク中、そうね、メイク中難しいんだよね。メイク中にね、そうね、メイなんかね、変なこと言ったかなって思ってすごい反省したの。めっちゃなんかぺっちゃんこハーフツインしたら可愛いかな。どうですか、ハーフツインした方が可愛い、しない方がいい。田中みな実に似てないですよ。田中みな実さんに似てるって言ったことない。下ろした方がいいかな。ピスタチオカラー似合ってる。あ、嬉しい。確かにピスタチオカラーだね。めっちゃ緑って言ってたけど、ピスタチオカラーっておしゃれ。顔がそもそも可愛い、嬉しい。どうですか、ホワイトボードめっちゃ消えちゃった今立ったら。そう、これ私服ですよ。今日オルガン坂行った時も言われたんだけど、衣装衣装ってめっちゃ言われて、私服なんですよ。私ね、私服がめっちゃ衣装っぽいんですよ。でなんか私服衣装っぽいやつ選ぶの、すごいね、あのなかなかあの落ち着かない。どうですか、ハーフツインは可愛いですか。今日巻いてもらったからちょっと服白に着替えようかな。漏れなくない、白じゃないと。かわいい？初めて配信来ました。初めまして、ありがとうございます。嬉しいです。なんか漏れないな。ホワイトボード書き直そう。これさ全部消して書くのかさ、消えたとこつけたすがどっちがいいかな。白がいいかも。そうだよね、この服似合ってる。本当？嬉しいけど、めっちゃ光がね、白じゃないと。白とかしたらどうなのかな。白っぽいものなんかないかな、こういう白じゃないか。白っぽいものがないな。難しい。消えたところ全部書く。全消し、全消しするとね何書いてか忘れちゃう。あ、でも誰かしらスクショ載せるから、後でスクショ見ながら書こうかな。あ、これ白だ。漏れてる？漏れてなくない？わかんないや。この後の分だけでも良さそう。確かに確かにね。でもこの後の分って言ってもね、あ、でもあと3枠か。そか、今日6枠だけだからあと3枠だけだ。じゃあこの後の分だけ書こうかな。服白に着替えてこの後3枠の分書こうかな。でもこの配信切ったらねすぐなんだよね、配信多分ね。この配信30分に終わるよね。30分にあと15分からだからね。いや、すぐではないか。45分空くわ。そう、今日ね夜にぎっしり詰めたから夜が長いんですよ。来てくれますか夜。ゆかりんと同じ静岡県民ですが、静岡県でこんなに可愛い子見たことない。本当に静岡県可愛い子いっぱいいますよ。私静岡県住んでたけど、ずっと、まあ、住んでたか住んでるんだけど、高校生の時とかあのすごい可愛い子めっちゃクラス多かったですよ。多すぎてモテない方でしたよマジで。広瀬すずさん、そう、広瀬すずさんとか長澤まさみさんとか、あのなんだっけ、ももクロさんの方なんだっけ、名前が出てこない。
かなこさん、桃田かなこさん、それ推しの言うことでモテなかったは信じられん。えー、マジで、ね、私の同級生に聞けばわかるくらい本当に私はモテなかった。まあでもマジで同級生を気を使うくらいかもしれないけど。ん、半分経過したので SP ニュースと呼んでいきたいと思います。あ、秋風さん、クマありがとうございます。嬉しい、クマさんありがとう、ハートもありがとうございます。ギャップさん、ハートありがとうございます。高山さんもクマ嬉しい、ありがとうございます。さくらさん、タコありがとうございます。シアさん、タコ5匹ありがとうございます。鈴鹿さん、ハートありがとうございます。またまた高弘さんもハートありがとうございます。赤月さん、ハートありがとうございます。高江門さん、誰もありがとうございます。さやたんさん、タコ10匹嬉しい、ありがとうございます。高江門さん、誰もありがとうございます。さやたんさん、かわいい、ありがとうございます。10個も長井丸さん、ハートありがとうございます。ヘブンさん、ハートありがとうございます。セーターさん、ハートありがとうございます。マシューさん、タコさん10匹ありがとうございます。リトヒコさん、ハートありがとうございます。グッチーさん、タコさんありがとうございます。リトヒコさん、かわいい、10個ありがとうございます。八王子のノモさん、だるまありがとうございます、いっぱい。白山さん、タコさんありがとうございます。秋風さん、だるまありがとうございます。白山さん、タコありがとうございます。ニャコルさん、だるまありがとうございます。長井丸さん、だるまありがとうございます。翔一さん、ハートありがとうございます。グッチーさんもハートありがとうございます。マオミアミさん、うま、ありがとう。ココナッツさん、ハートありがとうございます。アット香港、香港の方か、シェイシェイ。ヤナダ、ヤナナチンさんかな、はだるまありがとうございます。竹まつるさん、ハートありがとうございます。レレレのレオンさん、かわいい、10個嬉しい、ありがとうございます。ん、京都のまさひろさん、ハートありがとうございます。ありがとう、嬉しいです。配信ありがとう、こちらこそありがとう。次は何時、あ、そっか、消えてるから分かんないのか。次テロップにも書いてあるんですけど、21時15分です。橋本ななみちゃんに似てる、本当に初めて言われました。首が痛いです、めちゃくちゃ。なんでだろう。どうした、どうした、シースルーかわいい。前髪シースルーかな、シースルーじゃないけど、なんかどんどん薄くなってきた。なんか今日疲れてる、多分ね、漏れてないんですよ。なんで漏れてないんだろう、多分服が白くないからね、漏れてないっていう単純な理由だと思う。でも白い服着てたら漏れてるんですよ。漏れないね。ちょっとこれ一回消そう。消して、なんかね、白い服じゃないと本当になんかね、光が良くないんですよね。どういう仕組みなのか私も分かんないんだけど、白にしてみるじゃないですか、こうやって白こうやって当てるじゃん、漏れてない？いや、そうでもないかも。なんでだろうね、これ白じゃないのかな、そもそも。そんなことない？なんか今日漏れてないね、本当に。ちょっと金髪のウィッグでも被ろうかな、漏れてないし。どうせ常に可愛いです、ありがとう青木さん、まだいるかなどうなんだろうね。いや、普通に可愛いから、ありがとう。今日髪の毛ねセットしてもらったのに漏れてなすぎて初めて巻いた。どっちがいいんだろう、長さ。エクステつけようかなって考えてるんだけどね、どうしよう。
まあ、つけなきゃいけないんだけど、多分本当は。そう、さっきねリンリンさんから LINE が来たの、すごく嬉しかった。まだいらっしゃいますよ、本当嬉しい。つけてほしい。さっきから青木コメントしてる。嘘。コメントしてる。どんな名前。青木さんが斜めに持った方がいいです。斜めに持つってどういうこと。青木さんのコメント拾う。待って、どれどれだ。コメントしてるけど青木さん本物。どれだ。全部コメント拾う。ホワイトボードを斜めに持つ、どういうこと。あ、変わる。青木編集長、どこにいる。見つからない。そう、さっきねリンリンさんから LINE が来たの、めちゃくちゃ嬉しかった。なんかね、オルガン坂生徒会の公式ツイッターに、見つけた、公式ツイッターに上げてた写真、自撮りを LINE で送ってきて、可愛いって言ってくれたの。それでなんて返そうって1時間悩んだ結果、嬉しいですって返した。それだけ。肩こりですかって言ってある。本当、多分肩こりかもしれない。肩がね痛いんですよ。これ今初めて来た人、なんでこんな格好してんのって思うよね。りんちゃんとはよくない、よくは LINE しないけど、でも来て嬉しかったです。今日はね、配信にも来てくれたんですよ、りんりんさん。ちょっとホワイトボードどうやって持ったら漏れるか分かんなすぎて、これで合ってるのかな。顔に光を当てるってどういうこと。合ってない、合ってないの。どういうことどういうこと。こっちに光を当てるの、違うよね。顔に光を当てるように青木さんが書いてくれてた。難しいね、もう難しいよ青木さん。あ、こういうことか、こういうこと。合ってる。面白い。幽霊みたい。そう、本当にこれなんか漏れてるのか分かんなくない。あ、でも光ったね。漏れてるのかな、なんか可愛くないね、顔が見えない。確かに。あ、でも下げればいいのか、これを。あ、これをここに置けばいいのか。頭いいわ。ほら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 、そうじゃない、ここに置いた。頭いいね、すごーい。そう、何の話だっけ、忘れちゃった。何の話もしてないか。まあね、すごいね、雑誌が散らかってるこの辺に。ブブカ、ブブカもね置いてあった気がする、確か。この間公文社さん行った時にブブカさん、あれ置いてあったよね。フラッシュさんもいただきました。衣装かわいいね。衣装じゃないんですよこれ。あと5分。嘘、もうそんな時間早っ。嘘、めっちゃ光ったね急に。フラッシュさん今手元いなくて、あっちに置いてあるの。なんか私に分けてるんですよ、なんかこういうさ、なんか近くになんかいっぱいあるんだけど、写真集は見せないんですけど、こういう大島優子さんのやつとか、自分が写ってるやつと写ってないやつで分けてて、ここに置いてあるのは自分が写ってないやつなんですけど、自分が写ってるそのフラッシュさんとかアップトゥーボーイさんとかは全部別のとこにしまってあるんですよ。なので手元にないんですけど、ゆかりんはサンハオ、ワサンハオ、またいつか見せますね。ってことで今日はチームエイトの、あ、これ 5周年のやつだ。5周年のやつもあった。そう、これ自分が当ててないやつだったからこっちに置いてあるんですよ。
これはね、私がチームエイトに加入した時に、オーディション受かった時にいただいたやつです。チームエイトの説明受けた時に。これ持ってますか皆さん。これ見てね、すごい勉強したんですよ。こんな子いるんだみたいな。その時にあんま知らなくて、最初チームエイトのことを、でこういうのとか見て、ゆいゆいさんかわいいって思って、そっから推し目になりましたっていうストーリー星投げさん週間にありがとう、嬉しい。セカンドから持ってる、お、すごい、子さんだ、すごい。結構ね、メンバーもね12人ぐらい、あ、そっか、そりゃそっか12人じゃないか、14人ぐらいか、変わっててね。とかね、あとね、高橋彩音さんとか髪色とかも変わってて、結構ね違う人多いんですよ。今ゆいゆいさんとか全然変わってない。お代理さん髪型違うね。ゆいゆいさんとね今日も共演してね、すごいよね。そう思うと1年でこんなにね変わって人生感慨深いなって思う。すごいね本当に。ゆうかさん、やっほー。20時27分。じゃあスペシャルギフト読んでランキング読みたいと思います。鈴鹿さん、だるまありがとうございます。高山さん、タコさん10匹嬉しい、ありがとうございます。秋風さん、だるまありがとうございます。元気くん、ハートありがとうございます。高山さん、タコ10匹嬉しい、ありがとうございます。元気くん、ハート4個ありがとうございます。長井丸さん、だるまいっぱいありがとうございます。ニッシーさん、タコ10匹ありがとうございます。ポンズさん、ハートありがとうございます。京都正弘さん、ハートありがとうございます。高芋さん、タコさん、ありがとうございます。京都正弘さん、ハートありがとうございます。 CCC のレ違ったレレレオンのレオンさん、かわいい、ありがとうございます。竹まつるさん、ハートありがとうございます。ここまで読んだっけ。やなだちんさん、だるまありがとうございます。ここまで読んだかもしれない、読んだよね、読んだ。ってことでランキング読みたいと思います。13位長井丸さん、12位ひきちゃんさん、11位高弘さん、あと青木さんもお気に入りのゆうかが好きお気に入りかな、でも嬉しいです。10位竹松るさん、あと在宅より現場が好き、今はちょっと在宅ですけどね。9位八王子のどもんさん、8位ナクルボーイリトヒコさん、7位秋風さん、ゆうか2周年おめでとう、ずっと倒してありがとう。そして6位青木編集長さん、嬉しい、青木さんまたお会いできるの楽しみにしてます。6周年ブック今からじっくり読ませていただきますそして5位はニッシーさん、そして4位はマシューさん、あと毎日ゆうかちゃん、ありがとう。そして3位はさやたん、ありがとう。そして2位はレレレのレオンさん、ありがとうございます。そして1位は高いもんさんです、ありがとう、嬉しい、皆さんありがとうございます。生写真欲しいです。生写真は手に入れてください。また次はね21時15分からやります。もう何時だ、ちょっとこれちゃんと書いてきますね。あ、もう29分だ。あ、あと5秒で終わります。え、なんか早くない？早っ。じゃあ、また、あ、夜ご飯食べ忘れたわ。夜ご飯もぐもぐ配信だったのに。また、次ね、コスプレだっけ？あれ、次コスプレじゃなくない？多分次の次がコスプレだった気がする。とりあえず、終わりますね。バイバーイ。